あれ、宮本武蔵ってこんな感じになってんだ。シャントルマンに。でも、これ武蔵、11時からなんだ。よし。でも、まあ、ひっきりなしのとこですね。東海道本線で、上が東海道新幹線から走ってくるんで。で、あれですね、今、ちらっと、再チェックしましたけど、そう、漫画ミュージアムが開くのが10時半で、美術館も10時からなんで、実はまだ1時間以上あるんですよね。なので、あんまストンストンと行っちゃっても、実は、こういう感じなんだ。時間が。すごい。どうぞ。自転車で分けてるんですね。結構幅広いですもんね。あ、ちなみにさっきのバス停のところは、あ、こっちにも駅舎あるんだ。そう、バス停のところは、あれですね。着いたらもう、ちょうどバスの到着予定時刻で、振り返ればバスがいたんでね。そのまま乗ってきましたよと。で、あのバス、西王子からストーンと抜けて、地上運営とかあっちの方に入ってくるような感じだったんで、なんなら中心部に直接行けるんで、めちゃくちゃ便利じゃないですか。このルート全然普通にありですよね。普通に。ここまで出てしまったらいくらでもバスありますからね。西王子はめちゃくちゃバスの本数多いですからね。これでも八条通り。こんな感じなんだ。やったらまた昔のバスがあったのか、なんか幸せ、まあ得意でも来ますよね。
の神社行き。七条京阪に出てくる宿もあるし、ヌーブデダもう一回リベンジするんだったら、やっといた方がいいよな。市場カラスマンの方に行くやつ。これでもこれでもいいか。あー、こっちか。なるほどな。ちょっと行くまでとか行くか。あのバスは別に10分に1本くらい来るんで、本当に全然この辺りまで来ればバスの時間とか気にせずに行きます。で、ブーブーデダの方にまた出れますね、あれやったら。そういう裏が取れたんであれば、この辺りでちょっと意外とコンビニがないのか。コンビニがないね。ですが、いやー、いい、あるわ。普通にあるか、コンビニ出る。その経緯ってなぜ気づかねえんだ。うん、やっぱこんな感じなんだな。